続きまして、まひろさんからいただきました。あ、これドープショーのやつですね。ドープショーのメールたくさん来てるんですけれども、今回ちょっと一通だけ読ませていただきます。まひろさんからいただきました。古川スタッフの皆様、そして語り部の皆様、こんばんは。いつも古川家には大変お世話になっております。パラドックスライブドープショー2024パラライファン男子を引き連れて参戦させていただきました。男子を、そう、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。最高にぶち上がりました。共に参戦したパラライファン男子はバイト先の方で、今回ライブ初参戦だったため、いつもライブに参加している時のテンションじゃ引かれるかもと思い、おしとやかに楽しもうと思っていたのですが、極楽のあのパフォーマンスを見ておしとやかになんてなれるわけありませんでした。めちゃくちゃ叫びました。燃えてるのかと思うくらい熱くて、おかしいくらい強くて、テンションが上がって、まるで頭を殴られているかのような衝撃を感じるパフォーマンスでした。パラライファン男子も極楽のパフォーマンスに圧倒されながら、極楽やばいと、もう笑いしか出ないという感じになっていました。本当に最高にぶち上がった、最高に楽しい時間でした。ただあまりにもたくさん叫んでいたので、極楽キャストの皆さんの喉が心配です。古川さん、喉は大丈夫ですか？壊れてませんか？喉飴舐めたりして頑張った喉をいたわってください。極楽最高ね。あ、まあ今これぶち壊してるのはライブじゃないよ別に。仕事上でね、ちょっとね、熱いシーンがございましてね。そうなんです。あ、そうです。もう5月になりますもんね、これね。パラドックスライブドープション2024極楽の、犬飼優斗として参加させていただきまして、本当に楽しいライブでございました。もう本当に悔しかった。2023年のドープショー、自分のバースのところを一つも言えずに終わってしまったストロンガー、今回はそんな鉄だけは踏むものかと必死にですね、歌詞ガン見でございます。俺は絶対にここから踏み外すわけにはいかないんだという固い意志を持ってですね、まあ不安なところは多々ありましたし、やっぱね、なんていうかな、結構ね、高速なラップを求められる部分が極楽なんだかんだ多いんですよね。でそれが結構テクニカルな、その韻の踏み方であるとか、言葉の捨て方であるとか、そのブレスの取り方であるとか、あれね、こう言っちゃうとなんだけど、全部をきれいに撮るためには収録時はいっぺんに全部撮らないのよ。こっからここまでで切って、こっからここまでをやって、その後こっからここまでをやるっていうような、その収録の仕方をしてるから、自分のワンバースだけでも、だからそれをね、ライブでやるっていうのは結構なんか収録とは違う神経を求められて、やっぱ難しいもんだなと思いました。まあだからどうなることやらってヒヤヒヤしてたんだけど、でもやっぱ楽しいよね。楽しかったし、極楽が出てきた、今から極楽だなってなった時のその会場の揺らめき加減みたいなのが、やっぱ視覚情報的にも見えたんだけど、すげえみんな喜んでくれてるの分かったから、なんか心強さみたいなのもちゃんと感じられたし、今回はですね、スワッグとカタルシスと、あとトリガーをね、極楽でやらせてもらったわけなんでございますけれど、どの曲もなんか、ああ楽しんでくれてるなってのがなんかこう分かるような精神状態でできてよかったなとも思うんですけども、やっぱ極楽引いては犬飼さんって、基本的にライブの時に冷静でいる時ってそんなにないだろうなっていう感じ方をしていたので、まあやっぱその煽るところは煽ったし、叫ぶところは叫んだしみたいなところはね、たくさんありましたよ。でなんだっけ、これはびっくら仰天ってとこなんだけど、スワッグって繰り返しゲチャスワッグオンって叫ぶところがあるじゃないですか。あそこでスワッグしすぎて失神しちゃった人がいるっていうお話を聞いて、大丈夫だったかなとも思ったんだけど、でもそれだけ夢中になってこう声を上げてくれたんだなと思うと、それはなんか心配半分、誇らしさ半分みたいなところもあって嬉しかったですし、あとはね、もうちょっと余裕があったらできるかなと思うんだけど、このまひろさんもそうなんだけどさ、スワッグってデスロイってトサリオがフィーチャリングバトリ君が後ろでずっと叫んでるところがあったんだけど、めっちゃおしとやかな服着てる人がすげえイカチー顔でデストロイって言ってるところ聞けないかなと思って、見れないかなと思ってワクワクしてたんだけど、まあそのあれはちょっとごめん、違う方向に集中力使ってて違できなかったんだけど、それを今度見たいね。おしとかな人がデストロイってこうやってくれてるところがね、
そう、あとねあれね楽しくなっちゃって、2番あたりの夜の部かなんかの2番あたりのデストレ犬飼いもやってんのよ。2人でやらせてもらったりとかして、そう、もしかしたら円盤だと削られる可能性もあるんだけど、なんかライブならではのパフォーマンスもできたりとかして、非常に楽しいライブでした。本当になんかね、またスワッグはまたやりたいね。みんなであんなにこう一体感がある、楽曲ってのもなかなかないだろうから、はい、みんなでまたゲッチャースワッグをしてください。よろしくお願いします。いやでも嬉しいね、あのメンズもね、なんかこうやって楽しんでくれてるっていうのは非常にありがたいですよ。今後ともねパラドックスライブもよろしくお願いいたします。あ、そう、ツーマンもあるからね、はい、よろしくお願いします。ということで今回以上でございます。皆さんからのお便りありがとうございます。まだまだお待ち。